本校では人間社会における悪、様々な宗教における罪の概念の起源に関する諸説を紹介する。ソクラティスをはじめとするギリシャの哲学者たちはことを単純化して悪の起源は人間の無知にあると考えた。ゾロアスター教により代表されるペルシアの二元論では善と悪は永遠に対峙する二つのものであってしばしば善は霊の世界。 悪は物質の世界と結びつけられている。この二言論は、グノーシス主義を介して、広くギリシャローマ世界に影響を与えた。肉体そのものを悪と考え、禁欲主義を主張したストア派の哲学、この世を悪として、陰遁生活を衝動したキリスト教の主導員主義、などに、その感化を見る。キリスト教の立場からは、人間社会における悪の起源は、 創世記3章に記されているような、アダムとイブの創造主である神に対する不服従の結果として人間生活に侵入してきた原理であると説く。犯罪あるいは不道徳を含めて、それは神に対する罪とされる。このように役は神との関係において定義され、その起源は生と気である神との交流を見失い、疎遠、断絶という関係が始まったという関係の変化に、 損するとする。ラインホルド・ニーバーは人間の不安が悪を生み出すと説明している。パウル・ティリヒヒは人間の有限性に罪の起源があるとの説を指示した。近代に入ってからは悪の起源を文明の発達と結びつける説が現れた。すなわち、文明の初期には素朴であるとは無関係な生活をしていた人類は文明の発展に伴って 経済機構の複雑化などの影響を受け、そこに悪が始まったとする。この説によると、貨幣経済は貪欲を生み出したのである。ある学者は、チャールズ・ダーウィンによる、生物進化論の立場から、未進化のままで人のうちに残っている、動物的な性質に、悪の起源を求める。彼らによれば、人はなお進化の途上にあって、未だ克服できない課題として、 悪の問題を抱えているのである。これは、ウォルター・ローゼンブッシュによって、道徳的に適用され、衝動された。成長の家では、この世のことは、実相ではないという理由から、悪は、人の幻想に過ぎず、悪そのものがないものとしている。フリードリヒ・シェディングは、関連論哲学の手法により、悪は神により形成された完全な世界において、人間のみが成し得る行為であり、 過去や現在、未来を貫く自由な決断の中で、非造物の中で最高度の完全性と呼ぶべきものに由来すると解説した。ありがとうございます。